今回ご紹介するのは居酒屋ひろです。鬼木由美さんにお話を伺いました。ここでは鉄板系が特におすすめで、焼きそばやホルモンなどが人気です。お料理は主に娘のあゆみさんが作られます。しっかり者のあゆみさんと笑顔が素敵でお話し上手のゆみさん、姉妹のようなお二人でこの居酒屋ひろを切り盛りされていらっしゃいました。居酒屋ひろは以前40年前から続いていたお店をおおよそ2年前から引き継がれたそうです。中のインテリアはゆみさんのこだわりがたくさん詰まっています。コンセプトはリラックス。店内には時計を置いていません。時を忘れて今のひとときをくつろいでいただきたいと店内の雰囲気作りを行っていますと教えてくださいました。今回いただいたのはホルモン鉄板です。ホルモンは丸腸を使い、野菜がたっぷりと入っていて食べ応えがあります。味付けはお店独自でブレンドしたタレを使っています。ちょっぴり甘めでニンニクの香りが食欲をそそります。創作料理やその時期に合わせたお料理もお楽しみにご来店ください。出てきました、ホルモン焼き。では皆さん見てください。わ、美味しそう。丸腸ですかね。プリンプリンしてます。ではいただきます。おプリプリです。すっごい美味しい。こうニンニクの香りがすごく効いてて、少し甘めのお醤油が効いてるお味です。すごく上品で美味しいですよ。お野菜がたっぷり入ってますね。中はピーマンと、それからもやしと人参と玉ねぎも入ってますね。すごく具材が大きくて綺麗ですね。すごく美味しそう。じゃあ先にすごく色の綺麗なキャベツいただきます。うん、シャキシャキ、甘くて美味しい。居酒屋ひろです。皆さんぜひ来てください。